こんにちは、インピックの監督の村田です。はい、本日は私がおすすめするストレッチを紹介していきたいと思います。まあ、名付けて足が速くなる魔法のストレッチです。まあ、実はインスタグラムの方最近私頑張っているんですけど、まあ、そのインスタグラムのね、まあ、30秒で、結構もう短くまとめた動画でそれを紹介したんですけど、結構バズってまして、僕的には、まあ、今10万再生ぐらい、まあ、伸びてて、まあ、フォロワーもそこで1000人ぐらい一気に増えたんで、まあ、結構やっぱりストレッチ気になるんだなって思ったので、ここ今 YouTube なんでね、別に30秒でまとめる必要ないんで、もうより細かくちょっと説明して皆さんに紹介していきたいと思います。はい、まあ、インスタグラムもぜひ、音楽好きで私が大好きなワンダイレクションの音楽でやってるんで、ぜひ概要欄から踏んでフォローお願いします。はい、では早速やっていきたいと思います。まあ、まずは皆さん足踏みをしてみてください。その場でこうやって、で、今の足の重さ、足の上がりやすさですね、これをちょっと覚えておいてください。はい、はい、で、ストレッチに実際入るんですけど、まあ、まずはこういう姿勢になります。こういう姿勢ですね。片足を立てて、こっちの大きさがついても大丈夫です。で、この時に注意してほしいのが、あんまり前と後ろ足の距離が近いと効果が出ないので、まあ、後ろ足をこうやって下げてください。で、この姿勢を取ったら、お膝を外側に倒していきます。まあ、右足なんで、まあ、右の外側に倒していきます。このまま倒れると、まあ、こういう形になると思います。まあ、ただ、かなり固まってて、あと腰にももともと違和感がある人は、ちょっとこの体勢を取るのが難しいかもしれないので、まあ、そういう時は、先ほど言ったような、逆にちょっと縮めて、そうすると少しやりやすくなるっていうのもありますし、この外側に倒したときにかかとを体の方に近づけると少し楽になるので、まあ、まずはそこから試してもらえばいいかなと思います。はい、で、まあ、いける人、大丈夫な人はなるべくかかとは内側に来ないようにしてください。体の方に近づけないように。私は大体これぐらいの位置で、まあ、このすねのラインがまっすぐになるような形を理想としています。で、まあ、かかとが動かないようにこっちの手でまず最初押さえて、で、このまま前に倒れるだけです。まあ、これを10秒行います。皆さんもぜひ今やってみてください。8910。はい、で、反対の足も同じように、まあ、この位置を取って外側に倒して、かかとはなるべく近づけないようにして、あと後ろの足もまっすぐにしてもらって、で、まあ、よくいるのはお尻がこう逃げちゃう人がいるので、お尻外側に逃がさないようにして、このラインまっすぐのラインを作って、そのまま倒して10秒です。まあ、もうあと1セットずつ引くとより効果出るかなと思うので、まあ、皆さんもぜひやってください。ね、まあ、もう慣れてくるとね、こういうふうにすぐ足返しできるんで、足踏みをしてみてください。毎日やってる僕でもかなり違いを感じるので、多分これ初めてやった人は結構変わったんじゃないかなと思います。で、まあ、このお尻の筋肉をストレッチさせました。ここやっぱ固まっちゃうと足が上がりにくくなっちゃうんで、もう詰まっちゃうんで、ここをより、まあ、ここをストレッチして足を上げられる状態になっています。まあ、やっぱそうするとね、まあ、足が上がりやすいってことは、まあ、単純に走りやすくなるじゃないですか。なので足が速くなるストレッチでも、これ本当にもうガチガチの人がこれやっただけで走ると絶対速くなるぐらい、変わるんで、本当におすすめの、僕毎日やってるのでぜひ皆さんやってみてください。はい、
それでは今回はまあストレッチの紹介だけとなったんですけど、まあ、ぜひ皆さん、ぜひやってみてください。はい、では今後もね、いろんな私をおすすめする、まあ、ストレッチとか動き作りとかね、走り方の技術とかっていうのも紹介していきたいと思いますので、はい、お楽しみにお待ちください。はい、それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。